んにちは、マーチトラベルです。今回はハワイに20年以上住んでいる友達にノースショアを案内してもらいます。ワイキキとはまた違ったすごく素敵な雰囲気の場所ですよね。一緒にドライブ気分楽しんでください。これが松本シェアね。あ、本当だ。ああ、ヴィンテージコーヒー。わあ、素敵だね。グアバショップ。わあ、これはたまらんね。あそこ行きたい。とかで、全然。奥まで結構席が広いです。ココナッツシュリンプで、これがさっきのジェニーズのガリックシュリンプで、これなんですかね、ココナッツシュリンプ、これはね、衣がココナッツに、美味しそう、
なかなか食べられないブロガーあるある、ね、クリーム系で上品な味、ガーリックの美味しい、ガーリックの方もちょっとガーリックの汁食べさせていい？そんな食べ比べいいね、楽しい。ファジャンシル、いってらっしゃい。ファジャンシルって韓国語でトイレ。ワイキキにあるお店とかもあるみたいなんですけど、やっぱりここにあるのがね、ここに来るのがいいなっていう特別感があります。アイランドヴィンテージコーヒーもあります。これがもともとあった店舗で、中も奥まで増設したそうです。あ、本当だ、かわいい、かわいい。ガールのキッズは、すごい、オリジナルグッズがいっぱいあるね。オリジナルのグッズがたくさんあります。 T シャツもとてもいいそうですよ。あ、本当だ、ジャパニーズ風もある。これ外国の方に受けそうです。このデザインすごい素敵いい ね、25ドル。これ20ドル。タンブラーを買っちゃいたのですよ、はい、どこかで。あの、あっちでタウンで、あ、あるかも。あるよね、うん、なんか聞いたことある。私の一番お気に入りな。あ、そうなの？覚えとく。右側にテラスがあります。 I'm happier than you。 ノースショアトレーディングカンパニー。
プレーニー、あとこれ24。こちらでとても素敵なクッションカバーと、あとプレートを買いました。飾れるやつ、めちゃめちゃおしゃれなやつです。いや、お店の方もすごい可愛かったね。ブロンドのとても可愛い女の子でした。いや、風がすごい気持ちいいです。ただ暑さがね、日本と同じくらいでも日差しがめちゃめちゃ強いんですよ。なので結構ね、お肌のケアは大切かなと思います。続いてパタゴニア行ってみます。買いたいものがいっぱいあるね。そうだね、うん、そうだね。角質を取るのもすごくいいんですけど、うん、実はこうやって手のひらで塗るだけでも、うん、ね、うん、でしょ。へえ、取るかな。あの角質をもうしっとり、もうしっとり、めっちゃ太すぎる。そうなのね、うん、さすがプロだね。お店の方みたいですね。ちょっと質がすごく、うん、で、1,2,3 今5種類の香りがあるんだけど、うん、私結構気になる実はこのピカヘ、うん、本当だ、いい香り、ね、おすすめです。バスソルトですね。このピカヘの香りがおすすめです。ピカヘって何？ピカヘってこのお花、お花の名前、うんうん、すっごい、そうなんだ。すごいびっくりした、ね、知らないグループの方の通訳をしている友達、偉いです。ダークローズ、ミディアムローズ、それぞれ。Which one's the most popular one? I would say natural, one of the natural costumes. Oh, the popcorn? Do you guys know the difference between the roast? So basically, the darker the roast, the less caffeine it has. The lighter the roast has the most caffeine. Oh, really? Yeah. So it depends on... 値段はかなりピンキリがあるので、具体的には言えないんですけど、20ドルぐらいのもあります。もっと上のもあります。リリコイバターだ。やった。こちらのハニープロセスっていうやつが試飲して美味しかったので 27.75、 これを買いました。で、あと試食させていただいた
こちらですね、トフィーの小さい方、これ、ね、めちゃめちゃ美味しかったです。これを買いました。波を見にみんな海に入ってる。あ、そうなの、そっかそっか、そういう楽しみもあるんだね、うん、それで波が決まってるので、一定の波があるとサーフィン大会が開かれるの、うん、それを見にすっごい来る人が、うん、そうなんだ。冷たい看板つけるそうです。カメさんを守るために GPS みたいなのがついてて、名前があるんだ。そう、これはメアヌイ、メアヌイ、うん、L29 で、アダルト、だから大人の成人男子、アダルト、うん、成人男子、面白い。ブケアっていうところにやってきました。この辺は昔ラッセンが住んでいたそうです。ここ前友達が泊まったそうです、エアビーで。へえ、人には教えない大好きなププケアビーチパワースポット、塩が取れるんだっけ。そう、塩が取れる。あと何だったっけ、さっき言ってたパワースポットと塩が取れるのと、あ、スターゲージ、星が綺麗なの。そう、この山の上からのこのエネルギーがこれすごい流れてきて、海の色がカイロビーチかと思うぐらい綺麗です。ちょっと初めて来たんですけど、すっごい透明度でグラデーションがすごい美しいです。すごい、本当に塩があります。お、そしてすごい塩があります。そして足元がね、本気で危ないので気をつけた方がいいと思います。ざっくり切りそう。面白い。ジャパニーズ製？100均。ヒーリングスポットなだけに。そうなんだね。素晴らしい。ナッツチョコレートハウピア。
コーヒーが売ってる 10% が 13.01 で、チョコマットコーヒーが 7.74、 蜂蜜とかオリジナルとか。夕焼けが綺麗だね。この時間もいいね。また当てていい？はい。クアロア。クアロアに来てくださいっていう。クアロア。すごいすごい。食べてる食べてる。辛いんですけど。いい感じ。クアロアのお馬さん。ゆっくり流れているね。そうね。いい感じ。プルプルプル。ああ、人参持ってくればよかったね。こういう時かっこいいね。ねえ、かっこいいな。鼻筋。なんか寄ってきたぞ、いっぱい。餌付け？餌付け。こういう時かっこいいな。うん。本当だ。まだ映画に使うからかっこいいやつだから。